今日は徳島県名物のこの童話かるたについて詳しく説明してほしいというリクエストがあったので、全札紹介っていうのをやろうと思います。その前に童話かるたについての説明なんですけども、これは徳島県の板野町の方が発案したものだそうです。昭和56年に作られたんですね。でこの童話かるたっていう名前からしてすごい直球ですよね。解放同盟はあんまり関わってないと思います。この童話っていう名前はやはり行政関係者の発想なので、おそらくは学校の先生とかそのあたりが関わったんですね。実際この絵なんかを描いたのは高校の美術の先生だそうですね。でこれね、値段が1000円、よくこれをね学校なんかに配って儲けてたんじゃないかっていうような風に邪推されるんですけども、1000円でとても利益が出るように思えないので、まあ実際もうね、まあよくてトントンぐらいだったっていう風に聞いてます。まともに売ったら赤字で、まあ行政から補助が出るのでなんとかやってたみたいなことで、だから当時はねもうこういうことをやるのが良いこととされてですね、とにかくもう童話教育というものに協力するのであればもう何でも奨励されるっていう時代だったんですね。それで、ルールとしてはこのカードを整然と並べるそうです。ただまあバラバラにですよ。ただそれだとねやりにくいので、まずとりあえずはねあいうえお順に並べていこうかと思います。効率よく並べる方法なんで、赤さたな浜やらやったので、ここに、まあいうえお順に並べていくんですね。こういうのなんか鳩の巣法とか言うそうなんですけども、はい、並び終わりましたね。ということで読み札をね一つ一つ紹介していこうかと思います。まず粗末にするな自分も他人も。そう、怖いお兄さんが殴り合ってます。これは部落差別によって尊い命が失われている事実を見過ごしてはならないという、まあ、そういう意味だそうです。次は1に学習、2に実践。差別をなくすための取り組みを殿下を積み上げる様で表現してるんですかね。まあ、童話教育の基本という意味だそうです。次、国づくり、まず差別せぬ人づくり。この顔も特徴的ですね。やっぱ怖いんですよね。ただ昭和40年代とかね、50年代って本の挿絵なんかもこういった絵柄だったので、今の感覚だと怖いですけど、当時の人は特に何も感じなかったと思います。次は小さいうちに摘み取ろう差別の芽。これですね。これは苗箱にある芽を、芽の中から病気になっている芽を摘み取っている様子ですね。これは何を表しているかっていうと、子供の中にもねそういう偏見を持ったのがいるから、まあ、幼いうちに洗脳して差別意識を解消しようという、まあ、そういう意味だそうですね。次、隣人に呼びかけ語ろう童話問題。まあでも隣人に童話の話したくないですよね。次いきます。積み上げる童話学習明るい故郷。これはね、公民館でねその地域住民に童話問題の学習会をしてる絵ですね。今でもこれあるんですよ。部落があるような地域だと自治会なんかに声がかかってくるんですね。今度童話問題の講演会があるから来てほしいと、まあ動員の声かけですよ。ただ今はね参加する人も減ってるし、うちの実家みたいなところじゃそもそもね声がかかってこないんですよ。理由は大体想像つきますよね。次、堂々とふるさとの名が言える子に。これ部落っていうよりね、多摩川の河川敷のあの朝鮮部落を思い出しますよね。ただここはふるさとの名うんうんなんで、こういうところだとやっぱりね堂々とは紹介できないと思うので、まあこういうところは
移転してしまった方がいいと思います。次いきますね。我が国の弱気をつけた解放令。これですね。これは、皆さんご存知の解放令、太政官布告です。次いきます。打ち砕け人権奪う悪の棘。これは別にね、この K 環境を掲げてる解放同盟が悪っていうわけじゃなくて、まあ、水平社のね、シンボルっていうのはこういう、人権を奪う悪の棘を表しているので、そういうものを打ち砕いていこうという、まあ、そういうお話です。次。胸張って自分に打ち勝つ人になれ。これはね、同和奨学金のことを言ってるそうです。まあ、同和奨学金をしっかりもらって勉強して人に勝てるようになろうっていうことですね。次、爛爛と輝く太陽を隔てなし。爛爛と輝く太陽。まあ、これは、まあ、部落とかそういうことに関わらず、隔てなく接しようということですね。次いきます。何気なく囁く言葉が命を奪う。まあ、言葉には気をつけろっていうことですね。部落とかそういうのを語るときは、うかつなことを言うなよっていうことです。次いきます。寝起きの悪い子に教えることこそ親心。これは、まあ、この読み札の意味っていう、この絵がいいですよね。このお母さんのまるで毒を持ってるかのような顔。あとはこの2つね、おかわりを頼んでるけど、もう1人分しか残ってない。あと箸の持ち方とか、いろいろ突っ込みところの多い絵柄です。でもなかなかいいセンスだと思いませんかね。次いきます。目を覚ます子らに明るい進路保証。これも同和教育ですね。同和教育っていうとね、どうしても解放教育、部落とか童話とかそういうのを教えるってのを思い浮かべるんですけども、このそもそも童話教育っていうのは部落の子供に対する学力保障なんで、この絵に出てくるこれはもう部落の児童生徒を表してるんだと思います。次いきますね。笑顔で生きたい人間らしく。これもなかなかいいセンスの絵ですね。はい、次いきます。しよう考えようなくそう部落差別。こうやって部落問題について学習してる絵ですね。ただ知りすぎるとまたあれこれ言われるんですよね。次いきます。人ごとと思う心が差別生む。これはね、人ごとだとね、無視してる様子っていう、これを、ね、汚れてるゴミ箱を無視してるという絵で表現してるんですね。次いきます。もうやめよう、本音の出ない建前論。まあ、これは建前ばっかし言ってもダメですよと、ちゃんとね、自分の考えを言わないとっていうことなんだけども、実際本音を言うとね、あれこれとまたまずいことになるので、実際その解放同盟とか役所がこれを実践してるとはとても思えないですね。本音を言ったら排除されるっていうのが今の現状です。次いきます。ルーツを学んで捨てよう偏見。これは牛を解体してる絵ですね。でも実際こういうのが必ずしもね、部落のルーツは限らないんで、こんなんばっかし勉強してると余計偏見を試そうですよね。ルーツを学んだら、大阪の部落なんかほとんど住んでる人にはルーツはないっていうことが分かってきますので、まあ、ルーツを勉強するっていうのは大事っていうことです。次、勇気出し明るく自由な世を築こう。この絵もなかなかかっこいいですよね。次いきます。踏まれても戦い抜いた誇りあり。これは何表してるかっていうと、岡山県の渋染一揆のことですね。渋染一揆で検索してみてください。次いきます。嫌い合う制度作った武家政治。嫌い合う。これはまあ古い歴史観ですよね。いわゆる部落差別っていうのは、分断統治のために、
徳川幕府が作ったっていうものなんですけども、ただ実際そういうことはないと思います。やっぱり世の中を平和に収めようっていうのは武士の考え方なんで、まあ今の感覚ではおかしなことなのかもしれないけども、当時はまあ善意でこういう制度が作られたんじゃないかと私は思います。結婚は2人の理解と合意から。これはあれですね、箱の絵ですね。2人の男女が多分婚約してるんですね。で、周りが祝福してるという、まあそういう絵ですね。次いきます。負けるな兄弟、熱と光で立ち上がろう。これもまあ水平社ですね。兄弟って言うけどね、まあ実際兄弟でも何でもないんですけど、次いきます。世界から不思議がられる童話問題。この絵もいいですね。外人が日本の部落問題を不思議がってる絵ですね。私も何年か前にね、外人が訪ねてきて部落問題を教えてほしいって言って、車でね、人権連とかの事務所に案内したことがあるんですけど、やっぱり不思議がってましたね。で、大体もう外人が日本に来て部落問題調べても、わけわからず帰っていくそうです。この黒人の絵なんか今だとなんか問題になりそうですね。次いきます。この子らにさせまい、辛い思い。これはね、童話会のスローガンなんかそうですね。コラーニエさせまい、この思い。でも実際はね、継承してますからね。次いきます。身分の差、作ったあぐらをかいた武士。なんか、悪代官みたいなのが書かれてますね。でも実際はこういうね、封建社会に作られたっていう、部落問題の近世紀前説っていうのは否定されてますからね。実際は部落っていうのは古代からあったというふうに言われてます。するな、させるな、許すな、差別。これはまあシンプルですね。もう文字通りの意味です。差別してる男の子、差別されてる女の子、その間に立ちはだかってるっていう、まあそういう絵ですね。偏見が差別を育てる生みの親。これね、実は読み札に解説が書いてあるんですけど、これはね、朝鮮人差別のことを言ってるらしいんですよ。じゃあ次いきます。歴史から真実知って正義の歩み。これですね。まあ歴史っていうのはやっぱ人権、水平社、解放令、近代以降の歴史ですね。ちゃんと知ってくださいっていうことです。次、誰よりも自分がやろう、部落。解放。これはね、男の子がこの差別の厚い壁を押しのけようとしている、まあそういう絵です。次いきます。乗り切ろう、意志と力で高波を。これは、まあ、差別の高波を乗り切ろうとこう勇気を振り絞ってる男の人の絵ですね。次いきます。呼び起こせ、解決目指す大運動。これは部落解放のためのに、こう運動するために拳を振り上げてる、まあ、そういう絵です。次いきます。学校の教えを家庭で古賀先生。これはね、子供が親にいろいろ教えてるってことですね。高知なんかでね、そういう社会教育の取り組みをがされてたんですけども、やっぱり都市スラムみたいなところでね、部落でも、そういう地域が荒れてるところだと、親の生活態度が悪いということがあって、それで、まあむしろ学校で学習した子供の方が親よりしっかりしてるっていうこともあって、それで子供に教育するだけじゃなくて、親も含めてね、社会教育をやっていこうという、まあそういう意味の絵です、これは。次いきます。手をつなぐ子らに差別の影はなし。これは差別をね、解消した世の中で子供が、手を取り合ってる、まあそういう絵です。次いきます。僕たちの世代でなくそう、醜い心。僕たちの世代で差別をなくすぞと決意をしてる男の人の絵ですね。まあ実際は今でもズル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 なんかね、部落はどうなのって言って、まあ役所は言ってるんですけども。次いきます。早くから解いて聞かそう、差別の実態。早いうちから差別について教えていこうっていうことですね。でもこういうことをしてるからなくならないんじゃないかなと思うんですよね。次いきます。日本の恥、ブラック差別。これですね。だけど、でも、今こんな部落ってそうそうないと思いますね。大阪の部落なんかむしろこういう状態になってますからね。次いきます。
ロインよりも一歩の前進。これはまあ実際にね、あれこれ議論するよりも部落を訪れて実態を見ていこうということですね。でも実際こんな部落今ないですね。そうそうないですね。次いきます。差別の弁、伸ばすな、許すな、すのため。これは、差別をなくすための学習を学校でやってるっていう例です。次いきます。塗り上げた差別の壁を崩すとき。これは差別の壁というのがあって、それをドカーンとこうね、男の子が破壊してる、そういう絵です。次いきます。幼子へ差別させぬと母誓う。これはね、何を表してるかっていうと、太郎が恋をする頃までには、ということをですね、太郎が恋をする頃までにはで検索してみてください。この母がですね、この差別をなくすという決意で燃え上がってる、そういう絵です。次、明日への希望に燃えて立ち上がれ。あ、これは何かっていうと、徳島県の童話教育の基本方針のことですね。その星に向かってですね、突き進んでいこうという、まあ、そういうことを表現した札です。最後の一枚、やり抜こう、平和に暮らせる良き日まで。これはもう水平社のことです。良き日を迎えようってことですね。ということで全部紹介終わりました。徳島県ではね、これを、まあ、すごい人だとこの札を全部暗記してですね、でどんどん勝ち上がってクラスのトップになって、学校のトップになって、そして市町村のトップになって、さらに県大会に出て、県の頂点に行くという、まあそういうものだそうなんですよ。ただもちろん徳島県ローカルなので、全国大会っていうのはないんですけども、こういうものが徳島県ではあったということなんですね。ということで今日は童話かるたの紹介をいたしました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。